どうもこんにちは、たまちゃんです。読み解くエルデンリング第3話ということで、今回もゲーム内で判明したストーリーを読み解きつつゲームを進めていきます。で、前回最後はエルデンリングの破片を持つイニオニ・マルギとそれに敗れたため、今回はいろいろ探索を行いながらレベル上げを行っていけたらと考えております。というわけで早速ゲームスタート。さて、物をね、買いに来ようと来たところ、この人に話しかけられましたね。アセビトよと。魔女風だが。誰だ?夜に出会えんのかな?はじめまして、アセビトよ。魔女レナ。レーバーを狩る?アセビトがいると聞いてな。私のことが。私を探していた。レナね。お前は呼んでいるのだろう?トレントという名のレーバーを。呼んでいる。良い答えだ。預かり物がある。トレントの古い主が託したと。霊呼びの鈴?さらに、はぐれ狼の遺灰。セキロ?霊呼びの鈴で、黄金樹に帰ることのなかった遺灰から、霊を呼ぶことができる。一緒に戦ってくれんのかな?ああ、この魔女も、片目が、ないかな?どうだろうね。ちょっと見えないな。うん。メリナとね、逆の目が、なんかないように見えますね。で、同じように、頬に文様がありますね。これがメリナの母親である可能性もあるのか?どうかな?トレントの古い持ち主とは誰なんだろうね。もう会うこともないだろうが、破産の地をよく知るがよいと。もう会わないんだ。楽しみにしている？日本指に従順である？日本指とよく出ますけどね。それが巫女のことかな。で、海は渡れんのかな、これ。どうかな?向こうの洞窟っぽいものがね、気になりますね。あーはー!エルデンリング!あれ?歌声が聞こえる?竜に焼かれて廃墟。歌ってますね、多分ね、これね。こいつら歌えるんだ。とりあえず仲間呼んでみましょうか、今。呼べるっぽいんでね。呼んでみた。あ、結構使うな、ポイント。こいつらは、雑魚的ですね。あ、まだ生きてる?なんだこいつ。この犬、すごい毛が生えてる。ペット犬みたいだけど。うわ、強い。意外と強い。意外とどころかかなり強い。なんとかやったか。目標はこの奥だな。これ何があるのか。あと、この狼は、体力のある限り、ずっといてくれるんですかね。宝箱。やったー。さ、中には、お、あら、なんだ?転送罠。あららららら。どこ行っちゃうの?ああ。お、サリアの結晶行動。サリア、名称なのか、人名なのか。しかし、さらにお宝。なんだ?扇の重力石?どこなんだこりゃ。確認してみるか。あら。ずいぶん遠くに飛ばされたようだね。ああ、まだマップの取ってないところに来た。あ、ちょっと待って待って、来たぞお前。しかし、危ない、危ない。やばい、やばい、やばい、死にそう、死にそう。ああ、やられたー。飛んだ矢先で。そこちらを進んでみるが、奥がありますね。メッセージ。恐怖。恐怖があるのか?この先には。あ、かがり火がありますね。こっから戻れるかな?
あれ？戻れないよ。やばいよ。ファーストトラベルできませんね。これはまずいな。なんとかして脱出する必要があるんだ。まあそれはそれで面白そうだね。脱出ゲームが始まる。まず勝てなさそうだけどね。うお！なんだこりゃ。大丈夫かこれ。前方なんかでかい人のように見えるけどね。か、なんだこのメッセージ。お家に帰りたいと。脱出できなくてみんな、さまよってんのか？この土地を。ああ、帰りたい。おお、帰りたい。おお。こっちじゃないのか、道は。なんか違う感じしますね。馬は？あ、呼べる？あ、呼べるね。ちょっと助かるな。馬がない状態で、ここに来たらね、いろいろ厳しそうだけど。これ何これ？気持ち悪いな。ブツブツがある。なんかないか？素材はあるようだけど。全部なんかでかいなんか、あれ何？でかい生命体がいるよ。うわあ、なんだありゃ。うわあ。毒を撒き散らしてる。ああ。こっち向いた？移動してんのかあれ。じわじわと。エオニアの沼。そして敵がいるけど。うわあ、なんだ。やばい。うわあ。ああ、なんだこいつら。やばい。やばすぎる動きが。うわあ。この沼にも、なんかあるんだろうな、あそこ。塔があるぞ。うわあ。すごいな、こりゃ。あれ？馬に乗ってれば？大丈夫？毒になることはないとか。そうなのかもしれないか？なんかいるぞ、前方。ああ、この層か。あ、一応、攻撃できるけど。なんだ、やばいやばい。移動しよう。ああ、なんかやばいのが住んでいる。この沼には。やばすぎる。これは安全だな。これなんだ？なんでもないか。賢者街の廃墟。さらに違う場所に来ましたね。どれ？廃墟。ここら辺かな？ああ、音がするよ。誰かいませんか？敵がいいんだ。あそこ誰がいるよ。これは敵かな？敵っぽいな。あ、やれそうだけど、なんか。頑張ればね。いいぞ。やった。賢者倒した。賢者街で、賢者っぽいものを倒したけど。こっちに道があるぞ。こっから出れんじゃないの？そんな感じがしますね。さらにかがり火、やった。前方明かりがついてますね。いけるかな？ここら辺からは？降りて大丈夫か？なんとかセーフ。で、あれだ。ただの、モーチャの群れかな。うおー、なんか来たー。ヒリュアギール。やー、やばいやばい。なんだ。なんでこんなとこに、こんなやばそうなやつが。うわー。いやー、やばい。うわー。えらいこっちゃー。やれんのかこれ。ちょっと馬に乗りながら切ってみましたが、いやー、やっぱきついかこれ。無理っぽいぞこれ。逃げろ。まだ勝てないだろう。頑張ればやれんのかなこれ。この減らし具合ね。うわー、なんだー、一撃やられた。うわー、すごいな。これは燃えるね。この沼。ああ、これか。竜に焼かれて廃墟ね。そうだったんだ。やっぱり竜はいたんですね。私はあなたを試していた？まだ試されていたのか。あなたが、それに挑む人なのか。でも、杞憂だった。メディアにもできることがあるようですね。円卓。名前出ましたね。英雄が集う場所、そこに連れて行くことができると。円卓に行ける？あ、行けんの？行こう。あ、すぐ行くわけじゃないのかな？いや、行けんのか？おう。
円卓来たけど。戦闘行為が禁止されている。この世界でないどこかにある場所だと。なんだこれ？チャットルーム？お？人がいますね。なんかアイテムでもあるんですかね？お？ディアロス。怪しいな。ラニアという娘を探している。重視だと。こいつも、ボスの一人なんじゃないか？鎧がね、かなりごついよね。まあそういうボスたちも、ここに集うのかもしれない。こいつは仮面だね。D。死に生きる者を狩る。死に生きる者とはなんだ？やばい奴はいるのか？船。やばいのはいるっぽいけど、こいつはなんだ？兜？手に持ってんの？胸から、なんかこの顔が出てるんだね。で、右手でそれを支えてるみたいな。そんな感じかな？こいつもそのうちね、このエルデンリングの狭間の地のどっかで出会うのかもしれませんね。D か。こいつは？コリン、聖職者。二本指様。やっぱ巫女かな、これは。黄金律を探求している。誰かがエルデンの王になると。アセビトには大抵巫女はつくのかな。しかし私にはまだついていないという、そういう話ですかね。円卓だから、剣が刺さってますね。12本ぐらい刺さってんのかな。お？なんだこれ。魔女？話せんの？双子の老婆。なんか買えるぞ？ああ、いろいろ売ってるけど？なんだね、こりゃ。鎧も売ってるから、ここら辺を買ってしまえば、あのボスもね、楽になるかもしれませんね。ここはいつでも来れんのかな？マップ、あら、どこだ、こりゃ。ああ、全部左下だね。どっかの異世界か。鍛冶屋。おお、すごいな。重厚感あるね。足元の鎖。捕虜だと。何者なんだ。円卓に縛られ死なず。お前たちの武器を撃つ。名前は鍛冶屋ヒューグね。体が随分化け物化しますね。ここには、寝室に、女の人かな？フィア。わけあってこの円卓に身を寄せている。ほんの一時、私に抱かれてくれませんか？あらら？あなたの生きる力、意志を、私に分けてほしいのです。そうすることで私は、英雄のぬくもりを知り、あなたには、蝶の恩寵がもたらされる？癒やしいと思いですか？けれど私の故郷では、これが聖なるやり方なのです。フィアはオープニングに名前出てきましたね。死の何とかの乙女。フィア。そのオープニングではね、生きてる感じはしましたが。これは女王マリカの子供の一人でいいのかな？多分エルデンリングの破片のね、大ルーン。それを持ってるんでしょうね。しかし、大いなる意志からは見捨てられたと。ちょっと試しに抱かれてみようか。感謝します、英雄様。あ、どうなっちまうんだ。あ、特に布団で寝るとかそういうわけじゃないんだ。おお、おお、ああ、お母様。あなたとても温かい。あ、得られましたね。蝶の、蝶って何？うん。この人物は、ボスとして出てくるかどうかね。まだわかりませんね。この場所は戦闘禁止という話なんで。まあ、狭間の地で出会ったらね、戦闘になる可能性ありますね。ダクソ一作目でも、その、ボスから能力を授かってね、その後戦うみたいな、そういったものありましたからね。この先は、鍵屋ですよ？あ、それっぽいな。足りる？あ、使いましたね、ここでね。これ一本で済むんだ。こ
これはどんどんアンロックして先に進めるようになる。ああ、そういうっぽいな。まだまだ行くことはできなさそうだね、これは。最終的にはエンドゲームが待ってるとかね、そういうことあるかもしれませんが、これはクロスボウもしかして。しかしバッテンがついてるな。技量が足りない？あ、それっぽいね。でも使えないことはないんだ。お、ジャンプで降りられたよ。ここは？どこに繋がってんのかな？なんか戦闘が始まりそうな感じするんだけど。この動き。あー、なんだ？アルベリッヒ。なんか来たよ。これは NPC の特殊な敵かな？あ、出ましたね。と、撃ってみるか。クロスボウ。あ、普通に避けられる。あ、当たった。あれ？ 22？ 全然効いてない。で、こいつ倒すと多分ね、特殊な装備入手できんじゃないの。そんな感じするけど。まあ、勝てなさそうだね、この感じで。なんだ、君の、四段切り？うわぁ、なんかもらった。デバフが飛んでくる。このチャンスか。魔法使う。うわぁ、危ねえ。危ねえ。うわぁ、なんだ、こんなのお前。四段切り。うわぁ、なんだよ。戦い禁止なんじゃないの、ここ。うわぁ、こちら先に橋がありそうだけど、途絶えてんのかな？でも誰かいますね。ねえ、あんた、ババに読ませておくれよ。何を？お願いだから、指を。あんたの指を。アセビトよ、黄金の麓に向かえ。レアルカリア、その鉱石の夜を越え。大昇降期に向かい、半月を合わせよ。この橋は壊れて渡れぬ。それが何だというのじゃ。ストームビルの城はまだ何だ？まあ、城経由で黄金の木の元に行けみたいな、そういう話かな。この先はどうなってんだ？誰かの死体があるな。お宝は？お、なんか作れますね。橋は壊れてるけど、なんか道は繋がってる？どうかな？向こうには行けないけど、こっちなんかある。あれ？ここに洞窟ある？先に道がありますね。なんだなんだ？相当長いぞ、道が。動物も行き詰まっている。ほら、ちょっと重たいな。え、今どこ？あ、結構先進んでるね、これ。行けちゃうの、これ。このまま。橋を使わずにね。あっと、敵がいた。そう、狼をぶった切っていきましょう。簡単決まった。結構強いな、この狼。うん、本当に、城の横をね、あ、湖のリエーニエ。湖。前方にも木があるけど、うわぁ、まだまだ、あらぁ、先が、遠そうだね。あれが湖か。いや、どうかな。相当広いぞ、こりゃ、この世界は。マップを確認。まだここか。これになんかあるようだね。前方墓場に見えるけど、敵はいないかな。何もいませんね。いや、地面が怪しいぞ、あれ。なんだありゃ。なんか出てきた。鎌使いが出てきたよ。死神っぽいな。ああ、唱えてる、なんか。ああ、魔法か。何やってんだありゃ。骸骨呼び出してる、やべ。うわあ、これ魔法か、本当に。突っ込んできた。私が近寄ると、飛んでくるんだ。こいつ自体の強さは、それほどでもないですね。なんだありゃ、謎の攻撃。うおー、なんだこりゃ、新しい攻撃や。やばいな。なんかな、アイテムのようだね。こっちも使えるんじゃないかな、ありゃ。で、ちょっと硬いね、敵が。ライフは高い。
これはレベル上げに良さそうだね。あ、道具屋か。二人目ですね。で、これどうやらね、どこかの道具屋に切りかかってしまうと、他の道具屋にも嫌われてしまうっぽいね。いるね、なんか。エビみたいのがいるぞ。エビかザリガニか。ちょっとちょっかい出してみようか。うわぁ。おら、この野郎。お、やれるか。危ない危ない危ない。頑張れば偉そうな感じするけど。今んとこ全てにおいて、頑張ればやれそう。よし、行け。やったか？やった。でかいエビ倒しましたね。城、そぎに行く。あんまりいいアイテム手に入んなかったかな。でもこれはなんかに使えるのかもしれない。この城そぎに行くね。なんかやたら後ろ向いてますね。何か待ち構えてる？こっちからの道。あ、ここに道があるんだ。あ、なるほどね。橋から続いてる道ですね、ここは。あれ？なんか来たよ。全部落とした？あれなんだ？敵対してるんだけど。おかげでこっちをこっそりとね。こいつらやれますね。待てよ。奥からデカ来たよ、今度は。あらら、なんだありゃ。あらららららら。やばそうだね。うおー、まずい。死ぬ。ギャー、危なかった。逃げるぞ。全力だ。では本日はここまでですね。今回はまずはマリカの子供の一人と思われる魔女のレナから強力な召喚魔法をね入手しました。狼さん隊を呼び出せます。で、もう会うことはないとね言われましたが、レナはエルデンリングの破片を持っていると思われるため、やはりどこかでね対峙することになるんじゃないかな。そして馬のトレントの古い主から預かり物があるということで、その古い主はね誰なのか今後明らかになるんですかね。で、その後円卓という場所にね飛びましたが、異世界ということでその時間の概念など関係なしに英霊が集う場所みたいな、そんな場所っぽいですね。で、一人マリカの子供のねフィアがいましたが、他には怪しい人物もいて、で、時間軸が関係ないのであれば、もしかしたらねエルデンリングが砕ける前の人物、それもいる可能性もありますね。まあ時間軸が関係ないと言ってるのは私の勝手な予想なんですけど。それと気になるキーワードとしては、ディアロスとラニア。まあディアロスは偽名っぽいんですが、ラニアは本名っぽいですね。そして死に生きる者や日本指というワードもあります。まあこの辺は今後解明されていくんでしょうね。じゃあ次はそろそろレベルやね装備を整えて、敵として立ちはだかったエルデンリングの破片持ちのイミオニ・マルギット、まあここら辺とね決着をつけたいところですね。勝てるかな。それでは実況はたまちゃんでした。次回もまたご覧ください。